こんにちは、ミレアと言います。どうぞよろしくお願いします。ではまず1曲目はカバー曲を歌います。小田和正さんの確かなこと聞いてください。雨上がりの空を見ていた。通り過ぎてゆく人の中で悲しい。初日ですよ ね皆さんの大切な休日のスタートなので、とってもね楽しい時間にしたいなと思ってます。そして私はですね今月に、一度は4月、2月から大阪に来させていただいてまして、去年はです、去年と一昨年はもうちょっと回数ね来れてたんですけど、今年はちょっと少なくなって、それでもこうして大阪に来た時は必ず何かどこかでね歌わせていただいて、大阪の皆さんに私のことを知ってもらって帰りたいなと思っています。今日も短い時間なんですけど、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは次の曲いきましょうか。エビデイエビナイ。向かってくる
しして全て新しい世界が塗り替えられてゆく。でも変わらないジャイムガラスはまた些細なことありがとうございます。立ち止まってくださった方もありがとうございます。ミレアと言います。私は2月4日今年の2月4日にメジャーデビューさせていただきました。本当にね、今そのメジャーデビューをきっかけにまた本当に新たな気持ちでこうして歌わせていただいているんですけど、曲は虹色のアーチという曲で、この歌お昼のワイドショーの昼帯のエンディングテーマに使っていただいていたんですね。なのでもう女性の方とかはね、お昼ももしかしたらお家にいるから昼帯見てらっしゃいました？見て
見てないか、あ、見てないか。男性の方はね、お仕事してるからということでね、さっきお話ししていたんですけど、あのその2月のエンディングテーマにも使っていただいていたので、もしかしたらひろび見てた方はね、あ、この曲は聞いたことあるなと思っていただけたら嬉しいなと思います。この歌はスタートラインという言葉がキーワードになってます。私もこのメジャーデビューっていうのが本当の意味で私にとって大きなスタートラインになったなと思ってます。そして私、北海道札幌出身なんですけど、札幌から東京に歌手になりたくて出ていて、でも一度社会人に、札幌でね、社会人になって、そしてでも社会人として少し壁にぶつかった時に、あ、私このままでいいのかな、人生一度きりだし、このままじゃ後悔するんじゃないかなっていうような、そういう衝動に駆られて、それまできっと自分には無理だろうって自分で決めつけてチャレンジも していなかったことっていうのがこの歌うことということでした。で、目指すのも少し遅かったので、もう無理だよ、やめなよっていうね、そんな難しいよってたくさん言われちゃったんですけど、このメジャーデビューというところまで8年時間はかかってしまったんですけど、まずは一つの目標にしてたこのメジャーデビューというところにたどり着けて、諦めないで歌い続けてきてよかったなと思ってます。そして時間はかかってしまったのかもしれないんですけど、本当の意味でこう自分がこの生きてきた、その東京に来てからの8年はもちろん出会った人たちに今は支えてもらってるし、なくてはならない濃い8年だったなって強く思ってます。今の私だからこそ歌える歌になりました。たとえ今日がダメでも、また明日新しいスタートラインを切ればいいんだという、そういうメッセージが込められています。私もこれからその気持ちを忘れず、ずっと歌い続けていきたいなと思ってます。では私のメジャーデビューシングル聴いてください。虹色のアーチ。傷つけられてもなお生きる。
ありがとうございます。私のメジャーデビューシングル虹色のアーチ聴いていただきました。今日はもちろん私も CD 持ってきてますので、ぜひ声かけていただけたらなと思います。そしてアンケートもね持ってきてますので、メールマガジンとかも登録することができます。ぜひよろしくお願いします。今回のメジャーデビューシングルは3曲入りになってまして、2曲目に入ってますキラリ星っていう歌を歌いたいなと思います。この曲で最後なんですけど、あ、はい、ちょっと一つ言い忘れました。私毎週月曜日の夜12時深夜0時45分からミレアのスタートラインというラジオ番組を OBC、ラジオ大阪でやらせていただいています。メッセージもね募集してますので、こちらのラジオも、ラジオ聞きます？ラジオ聞く、結構聞く方、あ、少ないな。ラジオ聞きましょうね。はい、ぜひ月曜日の夜12時45分ぜひ聴いてください。はい、そしてこのキラリ星という曲なんですけど、泣いてる時生きてるって感じるというその言葉から始まるんですが、私も今まで涙を流すようなことたくさんありました。でも涙を流すような出来事が起きた後、その後こそ前に進めたなって思えることがあるし、自分の心が成長したなって思えることが多いなって思って、涙だって乗り越えれば必ず笑顔があるし、無駄なことは本当に何一つないんだなと思っています。そんな気持ちを込めて最後の曲聴いてください。キラリ星。また抱く光は
私が嫌い一つ生まれるよ悲しい涙嬉しい涙たくさん泣いた人の夜空は満天の星輝くよそれならいいのにそうなりますようにできるように頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いします。この後も最後まで楽しんでいって